間違いなさそうだな。よし、行くぞ。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか。あんたがラハリオさん、少し頼みたいことがあるんだ。ええ、私が諸長のラハリオです。一体どういうご用。あんたたちと話すことは何もない。さっさと消えてく。おわ、え、おい、ちょっと、なんだよ、全然取り合ってくれないな。あれの、というかあの蝶々、お前を見て妙な顔してたよな。まさかお尋ね者なのがバレたか。ん？あ、お二人とも。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが。まったく、あのチビちゃんは世話が焼けるな。しょうがねえ、船を。ちょっと返しなさいよ、私の杖。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使おうなんて。ひゃっ、お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけだって言ってるだろ。なあ、こいつは何があったんだ。道を歩いていたら、いきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって。ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。ねえ、あんた、私の杖を盗んでどうするつもり。なんだお前。ああ、もうしょうがねえな。いや、俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。こいつはこの町の蝶々。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやる。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったっていうや。どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。一体誰、さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作る。あ、清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことある。この町から西の方に川を遡っていくと、霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。なあお兄ちゃん、お姉ちゃん、俺とヤヒムは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒をしておいてなんだけどさ、喋れない。ありがとうお兄ちゃん、お姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水で。
イパーファンク。最高ね。くらいな。これならどうですか。俺たちの勝ちだ。そうね。熱いわよ。
心ですね。怪我はありませんか？安心ですね。やるじゃないの。お疲れ様でした。
イパーファング負けないわよ。そーれ、ありがとう。熱いわよ。綺麗な湧き水、ここの水な…できましたわ。さあ、早くダーハルーネの町に戻って。